もういい加減な、うん、もう嫌やねん、あの旦那よ、あの旦那な、もう嫌やねん、そろそろ子供連れてな、出て行ったろうかと思うねん、うん、出て行くとこあるん、外出、え、なんだなんだ、緊急事態宣言時に子供を連れて実家に帰らせていただきますやな。一回ですか。あ、そうか。どこですか。まあそれはね、後でお楽しみに、うん、遊びに来てください。私らが家でしたら旦那さんはメダカと猫とお留守番や。そう、そういうこと。いつ行くん。今日用意しとかなあかんで、宿題。宿題。用意です。用意何。おい、新しいスーツケースを買いまして。いつの間に。待って、ピオちゃん、ほら、かわいい。乗れるやつ。そう、対象年齢12歳か。乗れる。あー、乗るな、乗るな。でもちょっとペコんだ。用意するぞ。今日の宿題。心出ていくぞ。パジャマと宿題と明日の用意。あとスイッチやな。雲ごと持ってっていい。スイッチ入れとくで。スイッチ入れといて。あなた同じの着るんだ。痛いですね。でパジャマと一緒やろ。失礼。学校の宿題も持っていけよ。ちょっと手で持つの大変やねんけど。こんないい。出て行ってあげる。カラバだ。ピヨピヨだ。ななけ。よっしゃ行くぞ。変なもの持ってきましたね。よっしゃ行くぞ。何これ。出していただきます。よっしゃ、新しいお茶で。ここだよ。入っていいよ。もう一回言っとこうか。マジココ最高、マジココ最高、マジココ最高、心言って、マジココ最高、マジココ最高。はい、ここのな、新しいお家屋で、はい、もう、まあ、パパなんかほっとっていいから、はい、ここで住むからね。そうや、ここでここで暮らすからね。わかった。というわけで、24時間バス生活。はい、家で大好き。これって水出るの。家で大好き、家で大好き、家で大好き、イエーイ。じゃあ家のことはね、もうおとん任したからね、うん、リュウちゃん知らんから、うん、家のこと、猫お願いね。はい、わかりました。とりあえず人がゆっくりできる状態にね、変えていきます。あの、はい、ココロクとナナちゃんも自分のところ陣取りたいと思うんで、はい、あのさ、猫たち別にダメっていうかさ、私さ、耳ね、はい、歯ブラシ持ってこんとさ、はい、モンダミン持ってきた。なんでトイレ行ってくる。行ってら家に。完成しました。完成しました。映画見たり、スイッチしたり、宿題したり、ゴロ寝したり、夜には布団を引いて寝れる状態にします。で、そのままゴールデンウィークどこも出かけられないじゃないですか、自粛で。だから自粛しながらキャンカーしたいと思います。キャンカー、自粛しながらキャンカー生活。川でね、人のいない川で遊んだりっていうゴールデンウィークを過ごしたいと思います。え、それ今日やるん。今日から。今日は24時間ここおるから。そう、今日は24時間ここで、明日から24時間ここにおりながらいろんなとこ遊びに行く。 そしたらポケゴンもできる、宿題もできるっていう生活をします。まずはこの生活に慣れましょう、はい、ちゃんと人がいない銭湯とかそういうのもおとんが調べてくれて、撮影許可とかもなんかお願いして撮ってくれてます。ココロくんが珍しく、珍しくだ。何、めっちゃ広いねんけど、これ何人寝れるよ。始まりました、24時間バス生活。耐久やな。耐久ですね。何時間で、何時間でね、あの、暇ってなって出ていくんでしょう。りゅうちゃんのことはね、ほっといてください。大丈夫です。一応家でした設定やから。あ、じゃあプレミア公開終わったら、ふとてをして遊んで、うん、その後あの映画鑑賞ですね。そうですね。で、そっからご飯ですね。ね、この最高空間、はい、私ここ住みたい。乾杯。失礼します。誰や。あの、今日中に返しに行きたいんで、いませんか。はい。そうや、申し訳ないです。ということで、失礼しまーす。もう見れんかった。殴られた。今、殴られたね。殴られた。りゅうちゃんに殴られた。暴力。暴力。DV。逮捕します。DVD、早く見て。ガーン、語れん。語れん。耳の絵が泣いとる。耳の絵が泣いとる。わかる。はい、終わるぞー。トア、おはよう。おかえり。このバス、キャンピングカー借りたの、あの、東京にキャンピングカーで行ったことあるやん。あ、あれだ。あそこのキャンピングカー屋さんのバス。
飯はもちろんここやんな。ナナちゃんです。あれウーバーイーツここ。ナナちゃんのご飯が届きました。グラタンでーす。な、チーズがある。むさぼり。しかもさ、今日お昼食べた2時やで。そうやで、むさぼり食ってるけど。なんでそんなむさぼり食っとん。チーズがあるから美味しい。美味しそうに食いますね。3日間ほとんど食ってなかったから。食っとったわ。嘘つけ。めちゃくちゃ食ったわ。違う、病気の時。ああ、病気の時な。熱の時、俺それにしては痩せんかったね。全然食わんかった。いや、それにしては痩せんかったね。1キロ減って。焼肉トラジ行きたかったな。うまいな、よかったね。はいはい。これで俺が泣いとったら一日中食ってなかった子みたいな。最低。こんなに広いキャンピングカーなら。おー、なんか一切あるよ。やったー。すいません、すいません、お兄さん。いただきます。絶対リュウちゃん。これ絶対斜めになってない。サラダが命やんな。ホロワイに乾杯。乾杯。バッテリー終わる。パパ、タバスコは食べたけど、うまくない？ママツ、どっから生まれたん？ママツはミコから生まれたよ。じゃあなんでさ、もしかしたらさ、彼氏ができない理由を問われておりますけど、顔ですね。怒ってる怒ってる怒ってるで。めっこに。あ、わかりました。体の体重です。あなたにだけは言われたくない。ねえ、ママがな。動物園からゴリラ連れて帰ってきてな、結婚したって。私がな、昔めっちゃ困っとった時にな、うん、10万円あげるから結婚してって言われたからしょうがなしな。10万円、たったの10万円で結婚する。え、待って、それ10万円で光買われてる？うん。はい、今から映画鑑賞して、お風呂入って、布団引いて寝ます。いいですね。いいですね。なんですか、なんという最高な。じゃあ、お風呂は心満銭湯に行きます。よし、映画一旦止めてお風呂行こうか。お風呂行ったら間に布団が引いてあったら最高やのにな。言って、お布団引いてあったら。カメラがめっちゃ上や。お風呂行ってくる間にお布団引いてあったらめっちゃ言わされてるやん。最高やのに。なあ、おいら一人でいるんちゃうん。つきっぱです。りゅうちゃんの努力が映っております。各自やってくれ。布団は持って降りた。ただいま。おかえり。カメラはついてるわ。つきっぱでございました。なんじゃこれ。りゅうちゃんの頑張りが。あんたそっち向きちゃうやろ。けー、え、何？めっちゃいいやん。いい感じに収まった。やのに私これ一番この、あ、私がそっちか。そう。すごいいいやん。ママちゃんここで寝てもいいで。別に別に。朝早いで。6時には出ていくで。絨毯買ってさ、届いてんけど見て。ふわ。じゃあ俺の上の、はい、じゃあ心くんの足の下に、はい、引いて引いて。今ね、加湿しようと思ってタオルを濡らしてきました。いいやん、ふわふわの絨毯。そして加湿、絨毯が届いてここに持ってくるっていう。じゃあ寝る前に動画撮ります。あと寝る前に広角カメラつけます。あとは寝るだけです。おやすみちゃん。おはようございます。心くんが起きん。え？
あ、待ってよ。あ、食べよう、これ。これほんまに醤油。美味しい。え、でもそれの方が。じゃあ今日の予定です。はい。今日はちょっと昼まで自由時間にします。あの、ママ編集してないんで。マックマック。途中やね。全テロが。だから昼まで自由時間にして、その間に上に上がって、あなたたちは雲を押しときなさい。雲を終わらしたらそれ以外は何してもいいです。12時から集まってまた車の中で遊びましょう。昨日からここに生活していてないものが分かりました。はい、ゴミ袋とティッシュ。はい、12時に再度集合します。はい、ロケバスやからね、何でもあるよ。水よし、突然ですが財布の中身チェック。旦那に別れを告げて妻が出ていた時、財布の中に一体いくら入っていたのか。気になる。うわーい、79,000円入ってます。おー、まあね、給料日後なんで、これリアルな財布の中身。いろんな人のにさ、こう財布の中身取られてきたけど、一番少ないんちゃうか、今。いや、一番少ない時5000円とかしか入ってない。あ、違う、動画上やで、動画上。いつもな、月末になるとあんまりお金使わんとこうと思ってな、財布の中身5000円とかにすんねんか。そしたらな、りゅうちゃんが人の財布の中身見てな、あー今最近お金ないからあんまり使わん方がいいんかって言うねんやんか。銀行の中にあるっちゅうねんな。銀行の中に入ってるよね、下ろしてないだけやよね。手作りじゃがってことやろ。はぁ、おかしいっていう財布の中身です。というわけです、24時間車生活。はい、引き続きね、遠足行ってきたいと思います。延長やないかい。家でしたら旦那が合流して出かけることになったという話です。じゃあ、引き続き旅行動画もね、ご覧ください。